こんにちは、しずる TV です。本日は1月22日発売のセザンヌウォータリーティントリップをパーソナルメイクトレーナーの池内ひろこさんにレビューいただきます。本日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、まずこちらのセザンヌウォータリーティントリップ、こちらどういった商品なんでしょうか。こういった液体状 の、はい、の口紅なんですがティントということで、はい、こう塗るとピタッとくっついて、そして唇を均一に染め上げてくれる、おそんなティントです。なるほど。ティントというとやっぱりその色持ちっていうところが重要かなと思うんですが、そちらのセザンヌのティントはどうでしたか。ね、あのマスク生活になって、はい、ティントって言われるものがすごいたくさん溢れてるんですけど。そうですよね、いっぱい見ますよね。その中で落ちやすいものと落ちにくいものに分かれてますよね。あ、そうなんですね。でこのセザンヌのティントはティッシュオフしてから使うとマスクにつきにくい。おお、じゃ結構色持ちはいいですか。ですね、まず色自体が、はい、そんなに奇抜な感じではないんですよね。あ、こう定番のみんなが好きそうな色が。おお、結構ナチュラルな感じですか。そうなんです、そうなんです。唇に近い色、うんうんうん、なので持ちっていうところでは、はい、薄くこう1枚こうシールがこうくっついてるような。あ、なるほど。なので、で薄いので万が一ちょっと取れちゃってもそんなに気づかない。おお、なるほど。じゃあそれぐらいナチュラルな感じの。ナチュラルですね。あ、そうなんですね。結構なんかティントって私が使ってる中では結構もったりした質感のものとサラサラした質感のものあると思うんですけど、はい、そちらはティントはどういった感じですか、うんうん、テクスチャーは。そうですね、手に塗るとちょっとこうもったりしているというか、はい、滑らかな感じがするんですけど、唇上ではサラサラに感じました。あ、そうなんですね。へえ。結構塗ると、うんうん、唇に塗ると感じが違うんですか。そうですね、うん、でもシャビシャビしてるわけではないんですよ、はい、うんうんうん。もう一つなんか私のティント使ってて気になったのが荒れないかっていうところなんですけど、うん、そちらのセザンヌのティントはいかがですか、うんうん、私の唇で試した時にはありませんでした、うんうん、あ、そうなんですね。むしろなんかこうリップクリームを塗った後みたいなこうしっとりした唇になりました。それは嬉しいですね。嬉しいですね。すっごいガサガサな唇だったので本当にこれは助かりました。あ、なるほど、すごいですね。一つずつ各カラーについて伺っていきたいんですけど、まず01番の、はいはい、ピンクのお色ですね、はい、こちらはいかがでしたか。ちょっと青みの強いピンクですね。なのでお肌の色がブルーベースの方にきっと似合うピンクかと思います。なるほど。じゃあブルベさんにおすすめのピンク。ブルベさんにおすすめですね。うん、そんなにブルーブルーしていてるわけじゃなくてちょっとくすんでるので、はいはい、私みたいな黄色みのある肌でも使おうと思えば使える。お、うん、一番ベストなのはやっぱブルーベースの肌だと思うんですけど、はい、そういう絶妙な色がやっぱセザンヌさんは上手ですよね。あ、すごいですね。それが低価格で手に入る、ね、600円でしたっけ。そうですね、編集部調べでは600円プラス税です。お得ですね。そうですね。じゃあそういった青みピンクのリップだと思うんですけど、うん、どういった印象のメイクになりそうですか。そちらを使うと自然のメイク、ナチュラルなメイク、はい、あんまりこう濃い感じよりも薄くてナチュラルで清潔感のあるようなメイクにぴったりだと思います。あ、なるほど。じゃあ結構日常使いもしやすい。全色日常使いしやすいと思いますよ。わかりました、うん、ありがとうございます。はい、続いては02番のレッドのカラーなんですが、はい、こちらはいかがでしょう、うんうん、こちらはですね、確か商品名としてはコーラルレッドっていう風に出ていたんですが、はい、実際塗ってみたところブラウン味がかったレッドのように私は感じました。結構じゃあ鮮烈な赤っていうよりは落ち着いた赤、うん、落ち着いた赤です。こちらパーソナルカラーだとどちらの方に合いそうでしょうか。あー、これはイエローベースだと思うんですが、うん、レッドの中ではイエローベースだと思います。あー、そうなんですね。というのはどういったところで。少しちょっとレンガっぽいようなブラウン味を帯びているレッドなので、うん、君の肌に合うと思いました。あ、
なるほど。なんかこれ塗った時にいい例えかわからないんですけど、はい、ちょっとドライトマトって食べたことあります？あ、結構渋めの赤の。そうです、はい、ドライトマト。なんかちょっとこう見たことないですけどルビーみたいな、そういう綺麗な落ち着いたレッドだなと。あ、なるほど、そうなんですね。すごい使いやすそうですね。これ使いやすいと思います。さっきのピンクがナチュラルだとしたら、こちらがこうもうちょっとこうお出かけモードですね。あ、じゃあしっかりしたメイクに映えるっていうことですかね、なるほど、わかりました。じゃあ最後にこちら03番、はい、取扱店限定のカラーですね。こちらのベージュブラウンはいかがでしょうか？これベージュブラウンっていう名前なんですけど、はい、あんまりベージュっぽさを私は感じなかったですね。あ、どういった印象でしたか？うん、私が名付けるとしたらナチュラルブラウン。ナチュラルブラウンあんまりベージュっぽさがないんですね。じゃ あんまりベージュっぽさがなくて、本当にブラウンだと思いました。唇の色素がもともとちょっと濃いめの方いるじゃないですか、はい、ああいう唇に変えてくれる。結構ナチュラルな。そうそうそう、自然なんだけどこうくすんだ唇にはならないんですよね、ブラウンでも。へえ、結構なんかブラウンってこう重たいような印象なんですけど、そちらのリップはどうでしたか？いや、これ一押しじゃないですか、私。一押しです。その重たすぎる感じではないですか？重たすぎないです。自然に仕上がるんですよ。もともとこういう唇の色だったのかなって思わせるような。でかつツヤがあるので、はい、あ、ちゃんと塗ってるな、ちゃんとメイクしてるなっていう唇に仕上がるんですね。へ、最近のアイメイクとか、チークの傾向ってちょっとくすんだ色が多い気がしてるんですね。はい、多いですね。でなのでそのくすんだアイシャドウなりチークにこのブラウン合わせやすいと思います。じゃあトレンドにも合わせやすい、かなりトレンドチック、トレンドチックな、お、すごい気になります。ほぼおすすめします。そちらはパーソナルカラーだとイエベさん。イエベさんですね。濃いので秋オートムの方がいいんじゃないでしょうか。あ、わかりました、ありがとうございます。ますます気になる商品になりましたね。え、はい、これ塗りやすかったです、すごく。あ、そうですか、うん。じゃあ今3色レビューいただいたんですけど、実際にこうおすすめの使い方とかってありますか？混ぜて使ってみるのもありかなと思います。なるほど、単色だけではなくて。単色だけじゃなくて、単色もそれぞれすごく綺麗な色なんですけど、うん、もっとこうその日のメイクに合わせて唇の色をバラエティ豊かにしたいっていう時もあると思うんですよ。はい、ありますね。そういう時にこうそれぞれ混ぜて使っても深みが出て面白いなと。私は今日は03をベースに塗って、はい、でこれだとちょっと落ち着いてるかなと思ったので上に02を重ねました。あ、そうなんですね。でティッシュオフしたら少し色味が落ち着いたので、はい、またちょっと03を重ねたんですよね。あ、今日の唇はじゃあ2色使いのしました。へ、これ合わせるとね、なんか濃い赤になります。おー、じゃあまた違った印象に。そうで01と02を合わせるとコーラル。あ、こっちコーラルピンクですけどピンクなので、はい、もっとコーラルに近づいてくる感じですね。あ、そういった使い方もあるのは驚きでした。そういう使い方もきっといいと思うので、はい、お好みに合わせてね、プチプラのメリットですよね。そういうのって、そうですね、いろんなのが使えるっていうのは、うん、木内ひろこさん、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、しずる TV では毎回専門家をお呼びして専門家ならではのハウトゥーやレビューをお届けしております。この動画がいいなと思ったらチャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いします。はい、それでは皆さん、またさよなら。さよなら。